しがない不動産屋のサラリーマンなんかと一緒にならなくてよかったわ。美咲の発言により披露宴会場の賑やかな空気が一気に凍りつく。俺は唖然としてしまい、彼女に反論できなかった。同級生が俺をフォローするも、それを遮ってバカにする美咲。彼女に何を言っても無駄だ。俺が黙ってその場を立ち去ろうとした。その時、バカなことを言うんじゃない！父から真実を知らされた美咲はヘナヘナとその場に崩れ落ちた。俺は上川修斗。俺の父は町医者で小さな病院を経営している。患者さんに慕われ頼られている父はとてもかっこよくて憧れだった。17歳になり、進路はどうしようかと悩んでいた時、クラスメートの中島美咲が俺に声をかけてきた。修斗くんってかっこいいよね。私、修斗くんの彼女になりたいな。いきなりのことで俺はとても戸惑った。美咲は男子の間で話題になるほどの美人である。彼女にするなら美咲だと誰もが宣言するほどモテる。初めは冗談だろうと思っていたのだが、その後も美咲からのアタックは続いた。イベントでもないのに手作りのお菓子をくれたり、放課後は二人きりになろうとしたり。どうやら俺の彼女になりたいというのは冗談ではなく本気のようだ。ある日、美咲に改まって付き合ってくださいと交際を申し込まれた俺は笑顔で了承した。それから毎日電話をしたり、休日は出かけたりと恋人らしい毎日を過ごした。しかし、美咲と交際し始めてから半年後、美咲の本当の目的を知ることになる。俺の友達から聞いた噂だが、美咲は俺が将来医者になることを見越して交際を申し込んだらしい。確かに俺の父は町医者で、その息子は医者になると考えるのは普通である。しかし俺は医者になる気はない。医者である父に憧れてはいるが、俺は頭が良くないし医療の道に興味を抱けない。美咲の父は大病院の院長で、彼女は自分の彼氏は医者か弁護士か社長以上の男じゃないとダメと考えているらしい。だから将来医者になるであろう町医者の息子の俺に交際を申し込んだのだ。俺のことが好きというわけじゃないと知った俺は心底がっかりした。その後も美咲との交際は続いたが、以前のように彼女が可愛く見えない。どうしたの修斗くん、最近元気ないけど。ああごめん、なんでもないんだ。目の前でパフェを頬張っている美咲が俺の顔を心配そうに覗き込んだ。それに対し俺は愛想笑いを浮かべてごまかす。俺たちがいるカフェは値段が高く、気楽に来店できない店だった。美咲はパフェを食べているが、俺は一番安いコーヒーを飲んでいる。一番安いとはいえとても美味しいコーヒーだ。そう、それならいいんだけど。ねえねえ修斗くん、この後水族館に行く予定だったけどさ、やっぱりやめてテーマパークに行かない？え、今からテーマパーク？いやいや無理だよ。どうして？もうチケットを買うお金なんて残ってないよ。そう断ると美咲は不満そうに顔をしかめる。は？いくら持ってきたの？1万だけど。たった1万？この前私10万は持ってきてって言ったよね。いや10万は持っていけないって言っただろ。俺は美咲と違ってお金持ちじゃないんだから。美咲は大病院の娘というだけあってお金持ちのお嬢様だ。だから俺とは金銭感覚が合わず、こうして喧嘩することがよくあった。彼女は自分のわがままを通すまで意見を曲げない。だから俺が折れるか、喧嘩したまま家に帰るかの2つしかない。どうしても今からテーマパークに行きたいとわがままを言う美咲。俺の財布にはもうそんな金はないといくら言っても分かってくれない。説得を諦めた俺は帰ると言い残し、美咲を店に置いてきた。なかなかひどい態度だと思うが、彼女を黙らせるにはこうするしかない。
美咲に会うたびにわがままを言われ、それをなだめる。俺は美咲との交際がしんどくなり始めていた。受験生になった俺と美咲は休日出かけることはなくなった。さすがの彼女も受験のために勉強を始めたらしい。俺は結局医大を受験することはなく、地元の経済学部を受験した。父は俺に医者になってほしかったようだが、無理強いはしなかった。俺は大学に無事に合格し、父をはじめとする家族は皆おめでとうと祝福してくれた。高校の卒業式、俺は美咲に呼び出された。付き合いたての頃は彼女と二人きりになるたびにドキドキしていたが、今はちっともそんなことにはならない。美咲の本当の目的を知ってから、俺は彼女への愛情が冷めたからだ。美咲はただ一言、別れて医者にならない男とはこれ以上付き合ってられないの、と言い立ち去っていった。見事に美咲に振られたが、俺は心底ほっとしていた。もう二度と彼女に振り回されることはない。その後、俺は大学で経済学を学び、充実した日々を過ごした。入学して早々、美咲が医大に通う彼氏を作ったと聞いたが、俺はもうどうでもよかった。大学を卒業した俺は不動産会社に就職。先輩に不動産業や営業のいろはについてたくさん教わった。座学で学ぶのと現場で学ぶのとはやはり違う。たくさん失敗を繰り返したが、それをもとに営業マンとして成長していった。季節が変わった頃、俺は風邪をひいてしまった。いつものように父の病院へ向かった俺は、そこである女性に出会い恋をした。それは看護師のミルクである。彼女の笑顔や真摯に患者さんと向き合う姿はとても誠実で美しく見えた。なぜミルクはこの病院で働いているのかを聞くと、彼女はもともと美咲の父親が院長である大病院で看護師をしていた。しかし地域医療に懸命に打ち込んでいる俺の父に感銘を受け、父の病院に再就職したらしい。他にもミルクのことを知りたいと思った俺は父に質問していた。しかし父は従業員の個人情報に関わるからとあまり教えてくれない。それもそうかと納得していると、父はミルクに会いたいからって仮病で病院に来るなよと冗談を言って笑っていた。ある日、いつものように会社で働いていると、美咲が物件探しにやってきた。お客様とはいえ元カノである。気まずいと思いながら俺は先輩と一緒に対応した。美咲も気まずいのか、俺とあまり会話をせず目を合わせることもしない。しばらくして美咲が、あの川上さん以外の人に変えてもらえますか、私前にこの人に傷つけられたことがあって嫌な思い出しかないの、と言い出した。俺は美咲の意味不明な発言に唖然としていたが、代わりに別の先輩が対応してくれた。その様子を裏で見ていた他の先輩たちが、過去に彼女と何があったんだと聞いてきたので、高校生の時に交際していたんですと答え、傷つけた覚えはないと主張する。裏の仕事に回った俺は、美咲が先輩たちに何を言っているのか気になって聞き耳を立てた。聞きづらかったが、なんとか彼女が話していることが聞こえた。川上さんとは高校の時に交際していたんです。彼は医者の息子だって言うから、将来はお医者さんになるはずだと思って交際したんです。でも川上さんは医大を受験しなかったんです。私は期待を裏切られてすごく傷ついたんですよ。やはり美咲は俺自身を愛していたわけではなく、医者予備軍である人間を愛していただけのようだ。彼女に再会したことで過去に受けた言動や態度が思い出される。傷ついたのは俺の方だよ。思わずそうつぶやいた俺は咳払いをして気持ちを切り替えようとする。しかしイライラする気持ちはなかなか落ち着かなかった。会社を出る際、美咲はわざわざ俺に声をかけてきた。医者になればよかったのに、
いつまでも下っ端でかっこ悪いわね。そう言った彼女は明らかに俺を見下した態度をとっていた。腹が立った俺は一言言い返してやりたかった。しかしそんなことをすれば会社の看板に泥を塗ることになる。そのため俺は唇を噛みしめて黙っているしかなかった。美咲が会社を出て行った後、誰かが俺の肩をポンと叩いた。振り返ると美咲の対応をしていた先輩が後ろに立っていた。あの人、父親の金でカフェ経営なんていいご身分だな。鏡、あんな高慢ちきな女のことは気にするな。俺たちで対応するから。優しく慰めてくれる先輩に感動した俺は思わず泣きそうになる。それをぐっとこらえ、ありがとうございますと頭を下げた。それから数年が経ったある日のこと、美咲から結婚披露宴の招待状が届いていた。元彼の俺に招待状を送ってくるなんて、よっぽど医者と結婚することを自慢したいらしい。もちろん欠席で返事をするつもりだったが、父に出席するよう頼まれた。理由を聞くと、大病院の院長の顔を潰すわけにはいかないだろうとのこと。父の立場もあるため、俺は仕方なく出席と返事をした。結婚披露宴当日、会場に着くとミルクも大病院の席に着いていた。彼女とはプライベートで何度か会っていた俺は、ミルクから美咲さんから招待状が届いたと聞いた。彼女は退職した病院の関係者と会うのは罰が悪いから欠席すると話していたが、俺がミルクに出席してほしいと頼んだのでここにいる。出席を頼んだ理由は、行きたくもない披露宴に俺だけ行くのは寂しかったからだ。完全に俺のわがままだが、ミルクはしょうがないなと言って出席してくれた。後でお礼しないとなと考えていると、新郎が会場に入ってきた。新郎は小太りで、顔のシワや雰囲気から美咲よりもかなり年上に見える。俺が美咲の結婚相手かと見ていると、出席者がこそこそと話す声が耳に入った。どうやら結婚相手は大病院の内科医らしい。それを聞いて俺は納得した。彼女が愛しているのは彼ではなく医者という肩書きなのだ。高砂席にいる新婦の美咲は満面の笑みを浮かべ、得意げな顔をしていた。その様子を俺はただ黙って見守る。なんだか気まずい状況の中、席に用意された飲み物を飲んだり、催し物に拍手を送ったりしていると、あっという間に披露宴は終了した。二次会は美咲が経営するカフェで開催されるとのことで、俺はタクシーで移動した。美咲が経営しているカフェは予想以上に広かった。高そうな絵画や植物が並び、椅子や机も凝ったデザインから彫られている。メニューをちらりと見たが、庶民の俺には手を出せない価格で思わず二度見してしまった。カフェの内装に驚いている俺にミルクが声をかけてきた。すごいカフェだね。私にはおしゃれすぎて簡単には中に入れないな。ああ、俺もそう思う。金持ちってすごいな。そんなことを話していると、高校時代の同級生が声をかけてきた。久しぶりの再会で積もる話が多く、楽しく談笑していると、着替えが終わった美咲が俺に近づいてくる。あまりにも堂々と近づいてくるものだから、俺と談笑していた同級生が脇に避けてしまった。久しぶり、シュート君。物件探し以来だったわね。ほんと、しがない不動産屋のサラリーマンなんかと一緒にならなくてよかったわ。美咲の発言により、賑やかな空間が一気に凍りつく。俺は唖然としてしまい、彼女に反論できなかった。その代わりに、同級生から俺をフォローする声が上がる。美咲、お前知らなかったのか？シュートはあの不動産会社、辞めたんだぜ。実は、あら、じゃあ会社も辞めて今はブータローなの？何それ、面白い。シュート、私と別れてから運気がダダ下がりしたんじゃないの？そんなんじゃ一生独身じゃない、かわいそう。
美咲は同級生の説明を遮り、俺を指さして高笑いをした。あまりにも傲慢な彼女の態度に、その場にいた同級生はドン引きし、かける言葉も見つからないようだ。シュート君。俺の隣にいたミルクが俺の服の裾を引っ張る。彼女は俺と目を合わせると黙って首を振った。ミルクが言いたいことはその目と態度で分かった。美咲に言っても無駄だ。結婚式に招待されたため祝福する態度を取るつもりだったが、もう取り繕う気力はない。俺はミルクの肩を抱き、黙ってその場を立ち去ろうとした。その時だった。バカなことを言うんじゃない！美咲、川上社長に謝りなさい！大声に驚いて振り向くと、美咲の父親が大声を上げていた。慌てた表情で美咲に近づいて、この大バカ者！と怒鳴りつけている。状況がわからない美咲は、え？だってシュート君は！と言い訳をしようとする。そんな彼女の言葉を遮り、美咲の父親は言った。今、川上社長には、うちの病院の移転計画の土地について相談に乗ってもらってるんだ。何も知らないからと言って、お祝いに来てくれた友人に対して、失礼にも程があるぞ。え？シュート君が？信じられないという表情で俺を見る美咲に、彼女と目が合った俺は、そうだよ。俺は今、社長になってる。と答えた。どういうことなの？と詰め寄る美咲を同級生が慌てて腕を掴んで引き離す。彼女は同級生に止められる中、誰か説明しなさいよとわめいていた。肩書きを愛している美咲に俺の実績を公開するのは気が引けたが、代わりに同級生が話した。シュートはな、あの不動産会社を辞めたんだ。独立して会社を立てて、今じゃ資産家になってるんだぞ。嘘よ。あの、シュート君が、そんな。美咲は、やっと真実だと分かったのか、その場にヘナヘナと崩れ落ちた。俺が独立して社長になれたのは、あの会社で先輩たちに不動産業や、営業のいろはを教わったからである。実は、俺が大学生の時、父から小さなアパートを譲ってもらっていた。その家賃収入を元手に、俺は新しいマンションを数棟増やし、収入を得ていた。会社で学んだことをもとに、俺はマンションで暮らす人たちが快適に過ごせるよう常に考えていた。そこで生まれたのが、子育てを終えて手狭に暮らしたい夫婦向けのマンションである。これが大ヒットし、すぐに部屋が埋まった。そのマンションの経営や管理が忙しくなった俺は、お世話になった不動産会社から独立した。このことは友人に教えていたので、そのつてで同級生の間にも広まったのだろう。肩書きしか愛せない美咲には、俺の話は届いていなかったようだが、座り込んでしまった美咲の代わりに、彼女の父親が頭を下げた。気にしないでください、と答えたものの、もうその場にいるのは気まずい。俺は改めてミルクの肩を抱き、会場を後にしようとする。待ちなさいよ、と。美咲が引き止める。振り返ると、美咲が大股で近づいてきた。怒りからなのか、それとも、恥からなのか、彼女の両手はわなわなと震え、顔は真っ赤になっている。1メートルほど離れた場所で立ち止まると、ミルクをビシッと指さして、言った。あんた、その女とどういう関係なの？随分親しげじゃないの。俺の大事な人に、その女なんて言わないでくれるか。大事な人ですって？そう、ミルクは俺の婚約者なんだよ。俺がそう答えると、美咲は拍子抜けた声を出す。は？いつからっていうか、いつの間に？2、3年前からだよ。は？この私を差し置いて？一体彼女は何を言ってるのだろうか。美咲にはもう結婚した男性がいるというのに。美咲にはもう関係ない話だろ。それじゃ、俺たちは帰らせてもらうよ。結婚おめでとう。美咲、幸せになれよ。そう言って俺は、なおも引き止めようとする美咲を無視し、会場を後にした。なんだか、大変な騒ぎになっちゃったね。タクシーに乗ったミルクがそう言って苦笑いした。無理もない。彼女は医者か弁護士か、社長の肩書きを愛する人間だ。
俺が社長と分かったから乗り換えようとでもしたのだろう。俺たちの結婚式はもっと素敵なものにしような。そう笑いかけるとミルクは頬をあからめた。そんな彼女を見て交際に発展したばかりの頃を思い出した。美咲が物件探しに会社に来て俺をバカにして帰ったその日の夜、むしゃくしゃしていた俺は一人で居酒屋で飲んでいた。そこへやってきたのが仕事帰りのミルクだった。俺に気づいた彼女は隣に座り一緒に酒を飲んだ。そこでお互い話が合い、また会おうと約束して解散。その後も定期的に会うようになり、俺から交際を申し込んだ。それから数年後、俺はミルクと婚約した。彼女と家に帰りながら今回の披露宴を思い出す。あの場で散々俺を笑うつもりだったであろう美咲、俺が社長と知った彼女はさぞ悔しかっただろうな。後から私と結婚してよと言わなければいいが、その心配は数ヶ月後に当たった。ある日美咲から俺に電話があったのだ。修斗君、実は私ね。要件はなんとなく察していたが、ひとまず美咲の話を聞くことにした。彼女の話によると、俺と別れた後彼氏ができてもすぐ振られたり、全く彼氏ができなかったりを繰り返しているうちに29歳の誕生日を迎えてしまったそうだ。その原因はおそらく傲慢な態度だろう。デートのたびに彼女のわがままに振り回されるのだ。愛想を尽かされて当然である。美咲はどうしても独身のまま30歳になりたくなかったため、父親に勧められた次期院長候補の内科医と結婚した。かなり年上だし美咲のタイプではなかったが、どうしても30代独身は嫌だったらしい。結婚するまで実家で暮らしていた彼女は家事が一切できなかったそうだ。いつも家政婦さんにやってもらうのが当たり前だった美咲は、自分でやるなんて絶対嫌だとご主人に主張したらしい。家事のことで喧嘩した美咲はご主人をほったらかして実家に入り浸った。その結果ご主人から離婚を言い渡されたそうだ。もともと愛のない結婚をしていた美咲はあっさり離婚に合意し、今はバツイチになっているという。ねえねえ修斗君、私あなたと別れてとても後悔しているの。こんなに素敵な人と別れちゃうなんて、高校の時の私は大バカ者ね。ねえ私たちやり直さない？これから幸せになりましょう。俺が社長と知るまで散々バカにしてきたくせに都合が良すぎる。っていうか披露宴の時俺はミルクと婚約したと話さなかっただろうか。少し呆れながら俺は美咲に言った。俺はもう結婚している。だから美咲とはお付き合いできない。二度と電話をかけてこないでくれ。向こうからえっと驚いた声が聞こえたが、すぐに電話を切った。俺が承諾するとでも思ったのだろうか。そんなのありえない話なのに。続いてスマホを触り美咲の電話番号を着信拒否にする。やっぱりかかってきたんだ。そう言って苦笑いするミルクは大きくなったお腹を優しく撫でていた。彼女のお腹には俺の子供がいる。俺もミルクのお腹を優しく撫でていると、家政婦さんが夕飯できましたよと呼びに来てくれた。この家政婦さんは俺が独身時代からお世話になっている。結婚後も看護師として働きたいというミルクのために今でも家政婦さんにお世話になっていた。俺はミルクの体を支えソファーから立ち上がるとゆっくりキッチンへ移動する。席に座ると彼女の健康を考えて作ってくれた家政婦さんの夕飯を味わった。聞いて修斗君、私ったらまた患者さんに心配されちゃったのよ。ふふっと笑うミルクに俺は笑って返す。そりゃあそうだよ、大きなお腹で看護するんだから本当に無理しないでくれよ。妊娠が発覚した当時俺は病院勤めは休んでくれと頼んだ。しかしミルクのつわりは軽かったため彼女は産前休暇に入るまで勤務することにした。
大きなお腹で病院勤務する彼女を見た患者さんは、みんな心配して声をかけるという。それを嬉しそうに話すミルクを見て、俺はたくましさを感じた。それから数ヶ月後、ミルクは父の病院で元気な男の子を出産した。病院内に響き渡るほど大きな産声を上げた赤ちゃんは今、俺の腕の中ですやすや寝ている。ミルク、ありがとう。お疲れ様。俺の腕の中にいる赤ちゃんを愛おしげに見るミルクにそう言った。ミルクは笑顔でコクンとうなずく。続いて俺は腕の中にいる赤ちゃんを見た。生まれてきてくれてありがとう。これからよろしくな。赤ちゃんの手に触れると強い力で俺の指を掴んだ。幸せを感じた俺は思わず泣きそうになる。これからは父として、一家の大黒柱として頑張っていこう。幸せを感じながら俺はそう決意した。